この後カラオケ行こう。ごめん、今日もバイトなんだ。そんなんじゃ彼氏もできないよ。ああ、彼氏か。そうだな。あ、レッドジェラート。フード。フード。その子は。てかあの二人付き合ってんのかな。わかる。お似合いだよね。デスミ。デスミ。で、俺に聞きたいこととは。でも気になる写真のこと。あれは本当に不動先輩なのか。でもこんなプライベートなこと聞いていいのかな。君の聞きたいことは概ね理解した。大丈夫だ。難しいトレーニングはちゃんと写真付きで解説してやる。もちろん何事も一朝一夕にとはいかないが、今確信した。疑ってごめんなさい先輩。氷結戦隊ジェラート5参上。かかれ。さあデスミさん、今日は何を話そうか。動きを合わせようデスミさん。君の初手をかわし後方へ退く。デスミさん、デス死神ステップ。デスミさん、待ってくれデスミさん。何があったんだ。喫茶店でお前たちを見てしまった。違うんだデスミさん、それは誤解だ。不動がそんな浮ついた男じゃないことは私が一番分かってる。私みたいな日陰者より。それなのに私は並んだお前たちを見て醜く嫉妬した。以前の私はこんなことで悩むような女じゃなかった。恋が私を弱くした。恋なんか向いてないのだろうか。俺は器用ではないが、俺は君だけを一生思い続ける。信じる。